こんばんは、6時のニュースをお伝えします。静岡県富士市のスーパーで食品を万引きしたとして韓国籍の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは韓国籍のオティンティン容疑者31歳。オティンティン失礼しました。オティンティン容疑者は富士市内のスーパーマーケットで食品5点を万引きした疑いが持たれています。スーパーの店員が精算せずに商品を持って店から出たオティンティン容疑者に声をかけたことから事件が発覚し逮捕につながったとのことです。警察の調べに対しオティンティン容疑者は申し訳ありませんと反省の色を見せていなかったとのことです。続いてのニュースです。アメリカフロリダ州で5日、家に侵入した2人組の男となぜか住民の男計3人が逮捕されるという不可解な事件が起きました。事件は54歳と36歳のプロ窃盗犯2人がいつものように正面玄関の鍵を壊してターゲットの家に侵入するところから始まります。2人は手際よく侵入に成功し、いつも通り物を盗み出そうとした瞬間、おいお前ら何してる?と住民の男に声をかけられたのね。その後住民の男が窃盗犯2人を縄で縛り上げ5日間家に監禁したとのこと。5日後、家からかすかに漏れた叫び声を隣人が耳にし、不審に思い警察に通報したことにより侵入者2人は窃盗罪、住民は強姦罪により3人とも逮捕されました。警察の取り調べに対し住民の男は、奴らは正面玄関を壊したから、俺は奴らの裏口を壊してやっただけ。と供述していたとのこと。そういうことですか。すごいニュースです。以上、ニュースです。